上原浩二の雑談魂、雑談魂。偉人専門チャンネルだって聞いてきたんだけど、これが何なわけないじゃん。偉人を取り、どんなんすかそれ。球界の偉人を取り扱う番組になってるんだよ俺。それ偉人専門チャンネルってすごい。ちょっとすでに私清水さんのイメージがなんかちょっと変わってきました。いや、もともと喋るよね。全然喋ってた。寡黙な職人さんっていう。そうでしょ。それはもうマスコミの人たちが作り上げてくれた、ね。あ、じゃあもうそれをその虚像を見 て、ね、そうそうそう。入った時に上原も経験あると思うけど、はい、ないことを書かれたりとかすると喋んなくなろうかな、はい、喋んない方がいいなってなるから人間不信になりますよね。そう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 。例えばどんなこと書かれたことありますか、はい、なんだろうな。最初は、うん、そんなん言えないに決まってるでしょっていうのを若いやつ目つけて聞いてくんだよね、うん、ミーティング内容何ですかとか言えるわけねえだろって思うようなこととかいろいろあって、じゃあバント2回失敗した後でホームラン打ったケースがあって、うん、そしたら翌日清水は罰金取られたとか書いてあるのね、新聞に。一銭も取られてねえしとか思いながら、だからそういうことがあるから、もうこれあんま余計なことないこと書かれちゃうから、あんま喋んない方がいいなと思って。メディアは本当怖いっすよね。そしたらあいつ喋らないってなるもんね。いや、まあ向こうからしたら ね、そうなりますよね。じゃもう完全に私はそのマスコミが作ったイメージを信じて見てました。もうはめられた方だ、ね。はめられてるんだ。でも大丈夫です。はめられてる人いっぱいいるから。いっぱいいる。いや、でもだからこそ清水さん、今日視聴者の皆さんにちょっとその違うんだぞっていう、はい、ぜひたくさんおしゃべりしてる姿を見せていただきたい。普通に喋ってたら大丈夫。いや、全然普通に喋ってください。ヒサみたいにプロじゃねえから面白く喋れないよ。ヒサってプロ？あ、プロ、あれプロ。喋るプロ。あれプロ。入ってきても野球の話なんかしないでしょ、だって。あんまりしてないよね。今まで2回来てくださって1回目は本当に野球の話ほぼなくて、さすがにちょっと2回目は少し野球の話してくださいねって言って野球の話してもらったんですけど、が吉野の文句ですね。文句別にこっちが作らないと出てこないよね、吉野部の場合は。ただ嫉妬してるだけですよ。なんか決定的な欠点あってほしいんだけどさ、すげえ汚いとか全然ないもんね。本当にないんですか。いや、ない。まだいつか見つけようと思ってんだけど、もう20年だってまだ見つからない。もうね、98年でしょ、吉野部。ね、ないですか。ない、ね、なんだろう、ちょっとなんだろう、鼻ほじってたとかそういう姿も見たことない。別に透かしてないもんね、普通にバカな話もできるし、はいはい、でも作ってる人物じゃないんです、うん、あのままですもんね。そうそうそう、完璧な王子様なんですね、やっぱり。まだ見つからないんだよね、だから。そうそう、なんかしねえかなと思うんだけど。普通に平行だりもせえへんな。え、そうなんですか。信じられないようなことなんか。あいつの平って聞いたことあるんですか。ない、平行で。ないですよね。すごい。なんか本当決定的な、ないかね。なんか欲しいですよね。ああ、そうだね。ないんだよな。決定欲しいですよね。そうだな。みんなそんなに弱みが欲しいんですか、吉野部さんの。いや、それ欲しいよ。いや、でもね、見つかったとしても本当ちっちゃいことしかないよね、多分ね。例えばどんなこと。車庫入れが下手だとか。多分そういうレベルよ、うん、ああぐらいで済むやろ、うん、そうなのって言うんじゃなくて、うん、それぐらいだ。言う方がでもね、あれだから、その程度だと。もう吉野さんって本当なんかもうアイドルみたいな。だから皆さんが思ってる通りの人物です。完全無欠の吉野部は王子様だ、すごい、はい、スカスカしてないもんね、はい、そう言いながらでもこれまだ紹介はしてないんですね。そうなんですよね。なんかもうすでに結構始まってるけど、今日始まってんのこれ、はい、はい、もう回っております。もう勝手に最初から撮ってます、はい、なんでもう清水さんもう今のテンションで喋っちゃってるんで、このままのテンションでください。いやいやいや、もう一回だからスイッチ切らしてもらって。いやいや、ダメですって。だって俺おかし、つながらなくなっちゃうね。俺それ契約にサインしてないもんだって。もう契約書なんかないです。契約書なんかいいだから。ないですないです。じゃあもううまいことじゃお願いします。いや、では本日のゲスト清水孝之さん、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。上原さんとはどういうご関係というか、どんな感じだったんですか、そのチームメイト時代の時の関係は。僕ね、ジャイアンツ入った時に、はい、ピッチャーで一番怖かったとかビビってたの斉藤さんでしょ、はい、野手で一番ビビってたの僕清水さん。え、嘘でしょ。本当です。なんで、なんでですか。なんかそんなハラスメントもなかったの。そんなことしてないでしょ。そう、一切してないでしょ。してないし、その時もしてないし、その後もしてないよ。いやいや、こういうイメージじゃなかったのよ。じゃあもう本当にその寡黙な職人さんみたいな。だからメディア側やって。うわ、ほら、じゃあ上原さんも踊らされてた。そうそう。だからめっちゃ怖いなと思ってたんですけど、最初はね、はい。でもどん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 喋っていくと、食事にも誘ってくれたりもしてたし。あ、はい、じゃあよく食事にも行かれてたの。広島でね、結構。あの
カレー鍋とか、あの串揚げ、串揚げも言ってたでしょ。そういう感じで、うん、串揚げ食べながらどんな話してたんですか。なんかね、生ビールじゃなくて瓶ビールで飲んでたよね。あ、瓶ビールですね。ビールね、はい、なんか それは、はい、すごい覚えてる。話の内容は全く覚えてないけど瓶ビールを瓶ビールを飲んでたなっていうのは覚えてる。そんななんか衝撃的な瓶ビールだったんです。なんで覚えてるんですか。あそこの串揚げさんはもう自由にやっていいよみたいな感じで自分らで勝手に出したりとか。あ、じゃあもうその、はい、冷蔵庫からもう自分らで取っていって自分でもう勝手に手酌でもみたいな。だからそこでおにぎり誰が一番うまく握れるかっていうのをやったこともあるもん。え、ちょっとご飯も握らせてくれるんですか。そうそうそうどういうことですか。その誰が一番うまくできるか自分でやるんだもんね。そう、あ、串も自分でやるんですよ。釜みたいなの入れて、楽しそう。え、でその他清水さんとあと誰いらっしゃったんですか。清水さん、上原さんと久とかも、吉野さん、吉野さんも、うん、じゃあその4人の中で一番上手におにぎり握ったの誰ですか。おにぎり選手権は多分ね清水さんいなかったと思う、うん、俺が後輩連れて行った時だと思う、ね、意外と最初からご飯行こうかって行かないよね。たまたま行った先で一緒になることはあったかもしれないけど、でもあそこってほぼ貸し切りじゃないですか。あ、そうだね。でもジャイアンツの選手が皆さんよく試合後にねあげといてくれるんだよね、だって試合後って11時とか12時近くなるやん。そっから開けてくれてるから、うん、上原さんは清水さんのこと怖かったというふうにおっしゃってますが、はい、清水さんから見てその上原さんの第一印象っていかがでしたか。でもね、すごいやつが入ってきたなとは思ってて、上原は僕の知らないけど、僕らは上原の大学日本選手権あるでしょ、はい、大学の日本選手権で俺らが次対戦する相手を見に行くってなった相手が上原の学校だったの、はい、で俺はこっち見てるのよ。僕らと東北串の勝った方と清水さんの、あ、であの片倉さんの時のそうで福士が絶対もう絶対勝つ来ると思ってたんだけど、なんかあの1年生すげえぞって言ってたのが上原だった。あ、じゃあ東洋大学の学生の時にも上原さんのことを見てた、はい、でも上原は俺のことは全く知らないけどね。いや、もう知らないけど、もう誰も知らないですから。僕は誰も知らないですから。負けちゃったんだけど、はい、負けました、ね、これ1年生って言って見てた記憶はあるんですね。やっぱボール違いましたか。全然違う、全然違う全然違う。あ、って思うぐらい、なんかもう全然もうストライクもバンバン、だって球速くてもストライク入んなかったりとかするんだけど、うん、もう上原の場合もう速さだけじゃなくてバン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 もうコントロールもいいし、だ試合のテンポも速くて、うん、だからそっちがすごく印象残ってるんだよね。って言ったら数年後にね、はい、こう新聞パッて出てきて、うん、あの時のピッチャーだって思った記憶は。ね、そして同じチームに、ね、なりますが、いやでも、ね、まあ、みんな知ってると思うんですけど、やっぱすごくて入ってきた時からね。で、まあ、僕とか西さんとかよくね、夏場になると疲れてくるでしょ、うん、そしたらもう疲れたなっていう話から、次上原いつだよ。だ上原投げる時は勝つのとプラス早いから休めるみたいな。そうだからもう待ち遠しいわけ、もう何曜日上原が待ち遠しい。春先はそんな気にしてないの、ね、春先はもう、まあ、全然体力あり余ってるし、夏場の子ちょっと疲れた頃になってくると。暑いし、夏勝ってたの1年目の時って。オールスター過ぎてくるとよりっていう感じですか。だからいつもそんな会話ばっかしてて、うん、よく、ね、西さんといろいろこう話したりとか車乗ったりとかしてると、うん、今いろいろ喋りながらね、あの次上原いつだっけ。移動中の会話、先週のこの辺りだからあれじゃないですか。とか言って、いやエースはやっぱそうですよ。他の選手の方もおっしゃってて、皆さん、うん、やっぱ上原さんが登板だと、うん、もう試合が早く終わるからもう予定をあらかじめ入れやすいっていう。だからもう勝つっていうのはもちろん大前提の中で、うん、スッと行くゲームがすごく多い、うん、実際そう で、うん、ゲームは実際ね早く1時間台で終わったことあったもんね。ありましたね1回、はい、でああいうのがあるからだからなんかそんな話ばっかりしてましたね。だそれぐらいすごいピッチャーです。まあ、ご存知だと思いますけどね皆さんね。すごいやっぱ皆さんおっしゃいますね上原さん。みんなだから早い、予定が組みやすい。そういうことかと。清水さんもやっぱり予定入れてました。いやもう すごい期待して、はい、でもねあまりにも早く終わるとなんかね違った行動を取っちゃうところがあって、横浜スタジアムに1時間50何分で終わったでしょ、はいはい、すぐ帰ればいいんだけど、はい、当時中継終わったら早く終わるとなんかチンプレコープレみたいなやってましたね。でしょ、はい、その時はね三冠王伝説。そう三冠王伝説ですね。あの落合さんとかバースとか、はいはい、あれみんな珍しく嬉しかったんだろうね。早く終わって嬉しかったもんだからポッてテレビでみんなそれ見て帰ったから結局一緒9時ぐらいまでロッカーで、あ落合さんすげえなとか、わバースすげえなって言いながら
結局帰るの知らねえかって試合後みんなの憩いの場になったの、うん、そうそうそう、帰って帰ればいいんだけどなんか食いつくような番組始まっちゃったからブーマーとかあの辺がバーって出てきて懐かしい名前ですね。でもそうやって皆さんで一緒の映像をこう、ね、楽しく見たことによってなんか結束力が強まったとかなんかそういうこともあったんじゃないですか。いやそんな団結力はねそんなのないあのみんな個人個人でなんか悪いわけじゃないですよ、なんか悪いわけじゃなくて、うん、それも皆さんおっしゃいますね。なんかこう、うん、みんなすごく仲がいいっていうよりもこうそれぞれ本当にこう、うん、横浜の98年とか強かった時、うん、あのね、マシンガンの時だって、うん、石井さんあんまり仲良くなかったって言ってたでしょ、っておっしゃってましたね、うん、結局でも勝っていくとこう、うん、団結していくんで、うん、最初はそんな最初から仲いいのってどうなのかなって思うけどね俺も、うん、どうですか今は当時のメンバーの皆さんと会う機会ってありますか。集まったりっていうかあの連絡くるのはヒサとかはね、うん、ずっと仲いいですよねヒサと。だからヒサと吉信とかあそこ仲いいでしょ、はい、でだからアメリカから帰ってきたりすると、はい、あのゴルフ行こうよなんて言われたりとか、うん、まあ、あいつら二人が後輩みんな清水さん、うん、あいつら清水って言うからね。え本当失礼なやつ、ね、あれダメね、あれダメなやつ。吉信の決定そこじゃないですか。いやでもね、あいつ使い分けられるんだよそこら辺 の, あの調整もね、ヒサはやっぱり比較的ね、もうずっとやっぱあれ駒沢で厳しくやられすぎた反動がここに来て、うん、清水さんにそれができるっていうのが俺の中でちょっと考えられへんが、いやでもそれは面白い。でも本当に嫌だったらそんなこと言って、うん、清水さん笑ってるから大丈夫なんだなと思いながら僕は言ったことない、うん、清水さんに対しては さすがヒサさんですね。いやあいつは多分舐めてるもん、舐めてるよねあいつね、舐めてる。飯食おうよって言って、うん、で要は肉屋が多かったりするじゃん、うん、また肉かよって言われるんですか。言うな言うなまた肉じゃねえかよ、清水また肉かよ全然あいつはこの間中華行ったと思ったらまた肉じゃねえかよとかもうちょっと違うもの出せよみたいな感じで言うじゃんあいつ可愛い子なんですね。いやでもちゃんと清水さんとも言うしね、うん、あれで番号雰囲気でね、声かけて、声かけも、はい、かけても出てもくれるしそんなやつですね。どうですか清水さんが、まあ、1999年から2008年までジャイアンツ在籍してらっしゃいましたけど、ね、はい、一番印象残ってるシーズンっていつですか。いや2002年ですね、やっぱね、やっぱ2002年ですよ。もうこれも皆さん一緒ですよね、うん、もう本当に皆さん2002年、うん、あの どの辺が言ってたの。それ2002だからあの来たジャイアンツの OB とか。ああ本当、はい、もう皆さんもうっていうか他の年を行った方が多分いらっしゃらない、多分全員2002年っておっしゃってるんじゃないかなっていう。そうだし、ああそう、どうですか清水さんにとってその2002年はどういうところが特に印象に残ってますか。あの、まあ、勝ったっていうのは、まあ、あるんですけど、うん、でもそれプラスでなんかね楽しかったというか、うん、メンバーもすごく強かったですよ、うん、でベタベタ仲いいわけじゃないんだけど、うん、いい仲間らが揃ってて年も近くて、うん、だからあれみんな近かったもん ね年齢が世代がギュッてなってる、はい、清水さんで西さんがいて松井さんがいて、うん、ね、でその下に上原と吉信久がいて、はいはい、その下に仁岡がいて、はい、その下に新之助がいてグッてなってる時代だったんで、はい、今パッと名前を書いて斎藤孝之もいましたよね、うん、いたね、ちょっとポッと高い斎藤孝之1個下でしょ。1個下です、ね、そうそうあれは天才ですけどね、うん、天才あんまり練習してんの見たことない、ね、面白かったねあいつね、いつも面白いですよね、面白い面白い面白い。で清水さんご自身もその年に最多安打のタイトルもね取ってらっしゃいますけど、あと9本も、まあ、まあでも、ね、でもね、でもまあまあまあ191はそんなもんでしょ、そんなもんでしょ。だからもう野球のことはもういいんじゃないこれ。なんかもう恥ずかしいよ、なんか上原のところでそんな成績のことなんか言われちゃうと。だってこれさっきも言ったけど偉人しか来ない番組野球界の偉人専門チャンネルで取り扱うような成績じゃないから、それはもうほっといて。久典がいますから。いやであいつはメジャーだからね。あれだから俺もあんまり強く言えなくなって、あいつメジャーだなと思ったらちょっと自重するよねお前とかあんまり言えないなと思ってメジャーっていう印籠が、そうそうそう、メジャーだもうどメジャーそんな上っていう風に清水さんの中であるんですかいやでもすごい、いやすごい世界じゃないだってそれって、ね、いや、まあ、そうですけど、まあ、経験したっていうぐらい、うん、別にそこまで差がっていうのはないですよ。だから石さんもあんなんだけど、ね、メジャーでメジャーの印籠も来てね、うん、投げてるわけで、
あんまり軽くは使わない方がいいのかな、いや、いいと思います。清水また3日よって言われてもしょうがないかなって、うん、そうそうそう、ゴルフ行こうぜって言うからねいやでもあのこの間のゴルフは僕もめっちゃ嬉しかったもんね。だって僕でしょ、清水さんでしょ、はい、吉野でしょ、久田です、この4人で回ったんですよ。すごいメンバー。でもね、なんかちょっと3人同級生だから、俺久田に言ってたの、なんか俺年上でね、ほら同級生で行ってこいよって、はい、俺入ってたらなんかちょっと変な感じだなって言って、うん、全然変じゃないですよって言って、はい、いやで、うわーと思い、で、また3人上手くて俺だけ下手なのね、やるわーと思いながら、3人はもう飛び抜けて上手いから、俺なんかもうすごい曲がるから、真正面向いて歩いてる人の多分こめかみに当たるのよ、曲がってガーッて当たるぐらい曲がっちゃうから、だからなんかうわーと思いながら、でもまあまあ楽しくはできたね。いやいや、めっちゃ楽しかったですよ。いや、いいですね。実はですね、先日我々松井秀喜さんに会いにニューヨークに行ってきたんですよ。はい、55万人チャンネル登録者数達成して、はい、で55万人達成したら松井秀喜さんに会いにニューヨークに行くということで、本当に実は会いに行ってきまして、でその時にですね、松井さんが次の出演の約束をしてくださったんですよ。100万人行ったら、その2002年の時のジャイアンツの皆さんを集めて東京ドームで収録をしましょうと。で、一番来るかどうか分かんないでしょ本人が。いや本当その通り、いや本当その通りですよ。他のやつはやっぱ来ると思うよ前もって言ったら、はいはい、いや証拠映像はねもうバッチリ、いやいや流れるけど、うん、え関係ないですか、証拠あるとかないとか、もう効力、視聴者の皆さん効力ない、効力ない、効力ない、もう視聴者の皆さんも見て知ってくださってるんですけど、いやいやいや、あれじゃない VTR 出演VTR VTR でメッセージはくれると思うけど、いや、はい、なんなら東京ドームでやりましょうって言ったの松井さんでしたよね。借りましょうっつって、いやそれは分かんないじゃん、ギリギリまでね、まああの人のことですからね、飛行機乗るまでっていうかもしれないけど、はい、日本に着いても来るかどうか分かんないよ違うところ行っちゃうかもしれないから本当に忙しい人ですからね、忙しいから忙しいから、いやでもまあ私は今のところね、私も視聴者の皆さんも多分信じていると思うので、うん、100万人達成した暁にはぜひ清水さんにも出演をしていただきたいんですよ。これでもね、もしやんだったら俺呼んでもらえなかったらすごい寂しいよね今2002年であんだけ言っといて、そんな話しといて、そんな話しといて、俺呼んでもらえるのかなと思ったら今の話聞くとボーダーライン上だもん俺ギリなんだなと思って、もうすぐあの時のメンバー全部呼びますから、そうですよ、はい、全員ぜひぜひ、ぜひ、なんでその時はもうぜひぜひぜ ひもうありがとうございます。もうこうやって一人ずつ上原さんちょっとね、出演交渉も、松井さんもやっぱり2002年は印象的だって言ってたもんね。ここで日産出たら絶対送りバントだなって思うから、はい、もう全然日産のこと応援しないよねネクストにいるけど